衝動藩は中華民国の政治家、教育者。中国国民党の CC 派幹部で反響、抗日の文芸政策を推進したことで知られる。旧名は道高。字は守るの。1914年に番健高等小学を卒業し、小学教員などを務めた。1916年、中華革命党に加入したが、先制直後に諸事情で天津に移ったため、 当初などを受け取ることはできなかったという。その後、天津の南海学校に入学し、海外でも英語と日本語を学んだ。1919年11月、蝶道藩は近郊見学でフランスに向かうことになり、その出発の直前に上海で孫文と対面している。翌年1月、ロンドンに到着したが、本来の目的地フランスでは、 就業が困難であると判断し、イギリスにそのまま止まった。事前の勉強を経て、1921年9月に、ロンドン大学、スレード美術学校で初の中国人学生となる。1923年、ロンドンで知り合った、小元沖の勧めもあって、中国国民党に加入した。1924年、美術学部を卒業している。同年、 蝶道藩はフランスに赴き、パリのエコールでボザールに入学し、引き続き芸術を学んだ。この時、女費、大鳥などの芸術家とも同学として交流している。1926年5月に、蝶道藩は帰国し、同年秋、関東省政府農工町長長,長の劉のりふみの、昇平を受け、その秘書となった。11月、国民党中央組織部部長代理の鎮火王の目に、 止まり、その指示を受けて、蝶は、紀州に戻り、紀州省東部の建設に従事する。しかし、紀州省政府主席州西成は、国民と中央勢力が紀州省へ浸透することを、嫌悪していた。そのため1927年5月、長は州により、石化の権威をもって逮捕され、監禁、拷問を受けてしまう。地元有力者の圧線もあって10月に釈放されたが、 もはや秋州で活動はできず、長は上海へ逃れた。この経過もあって、長道藩は陳家を陳達夫から目をかけられることになり、以後、CC 派の一員となっていく。1928年3月、中央組織部秘書に任ぜられ、10月には南京市政府秘書長となった。翌1929年3月、国民党、 第3回全国代表大会に出席し、中央執行委員候補に選出されている。11月、チャンス省等部整理委員となり、1930年8月には、人等大学教務長に任ぜられた。12月、石膏省政府教育長長長となり、その翌年4月には、党中央組織部副部長となっている。ところが、満州事変勃発後、 張道班は、蒋介石の場外案内政策を支持したために、国内学生の反発を買い、公衆の住居を破壊される浮き目にあっている。これもきっかけで、蝶は一時すべての職を退き、蒋介石の個人秘書に転じた。1932年5月、南京に成立した中国文芸者で、張道藩は理事となる。その後、中華全国美術会理事長となり、また、 南京義劇学校を創設するなどして、反共宣伝のための各種文芸活動を積極的に展開した。同年11月、長道藩は国民政府交通部長無次長に任ぜられる。1935年11月には、東大五回全国代表大会で中央執行委員に選出され、その翌年には内政部次長に転じた。長道藩別陰。 最新詩が用人伝日中戦争が勃発すると、蝶道藩は前線の将兵を拒ぶ、移動するために劇団や合唱団の派遣などを行っている。1938年、陳達夫が国民政府教育部部長と党中央社会部長を兼任すると、長が教育部常務次長、党中央社会部次長となった。また、中央宣伝部文化運動委員会主任委員にも、 人せられたが、これは、公日宣伝だけでなく、各松弱率いる文化工作委員会への対抗も任務としている。翌年9月には陳兄弟の推薦で、中央政治学校教育長となり、校長の紹介席を補佐した。1942年、紹介席、総尾霊夫妻のインド訪問に、長道藩も随行し、ジャワハルラールネルーとの会談で初期を務めた。 帰国後の12月、長は、党中央宣伝部長に昇進し、翌年9月には、党海外部部長に移る。1944年には、対日戦の前線となった、紀州省へ赴き、戦災民の救済事業に従事した。その翌年4月に、自重室、第二所副主任に起用され、陳根の雷を補佐して、秘密事案の主管に当たっている。 戦後の1946年に、長道藩は中央電営企業講師を創設し、その理事長となる。1948年3月、当中央訓練団が設立した民間芸術訓練班で、指導委員会主任に任せられた。同年冬、立法院立法委員となる。国境内戦後、長道藩は台湾に移り、引き続き反響のための文芸活動展開に、 従事した。中華日報と中国公派講師の同事長を務め、中国文芸協会を創設して常務理事になるなどしている。政治的にも1950年に中央改造委員会委員に任ぜられ、国民党改革を推進した。1952年3月には立法委員長に任ぜられ、1961年まで務めている。 1953年以降、第7期から第9期までと中央常務委員に選出された。なお1956年4月に日本を訪問し、靖国神社を参拝している。当時は問題の永久戦犯を祀っていなかった。1968年6月12日、台北市にて病没。去年72。ありがとうございます。